ちゃんの水が。おいしょ。ありがとうございます。ということでね、今日も配信盛り上がり2000超えを目指していきたいと思います。よかったら皆さん応援お願いします。あ、ふうはさんもこんばんは、ありがとうございます。初めてです。来世は俺がロンくんだ。初めて嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。お、こうすけさんいらっしゃい。ちょっと待ってね。あ、中野さんありがとう。クッキーモンスターみたい、かわいい。ありがとう。みんなじわじわ集まってきてくれるかな。よかったらね、今回イベント参加中です。怪盗猫、そして宝石のギフト集めております。よかったらね、ぜひぜひ皆さん怪盗猫ちゃんと宝石ギフトの応援よろしくお願いします。ありがとう。ちょっと待ってね。お、リクサさんもいらっしゃい。はるくさん、夏目さんもこんばんは。わしゅうさん、だるま、ありがとう。よかったらね、皆さんイベント参加中です。怪盗猫ちゃんと宝石ギフトのね、ぜひぜひ応援お願いします。一緒に盛り上げてくれたら嬉しいです。みんな集まるかな。赤花さんこんばんは。よし、盛り上げてきますよ。よかったら皆さん今日も一緒に2時間のトークルーム盛り上げていってください。そしてね、ぜひぜひ皆さんイベント参加中です。怪盗猫と宝石ギュートの応援お願いします。なんかちょっと今回全然盛り上げられてないので、よいしょ、頑張ってね、盛り上げて。ちょっと夜だけお休みいただいちゃったんですけど、今日からね、挽回していこうと思いますよ。よかったら皆さん一緒に応援してください。よいしょ。お、カズさんもこんばんは。しまったんですけど、今日からちょっと挽回できるように頑張っていきたいと思います。よかったら皆さん全力応援お願いします。これから始まるあなたの物語、ずっと長く道は続くよ。虹色の雨降り注げば空は高まる。眩しい笑顔の奥に悲しい音がする。寄り添って今があって、こんなにも愛おしい。
星の横の数字2000盛り上がり超え目指しております。そして現在イベント41位でございます。ここで挽回していきたいです。よかったら皆さん全力応援お願いします。なくしたものを数えて瞳閉ざすよりもあるものを数え乗り越えれば強くなること、一つ一つがあなたになる道は続くよ。せーの、ララ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 ラ、ずっと長く道は続くよ。虹色の雨降り注げば空は高鳴る。虹かなトークルーム、今日もスタートです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よかったら皆さん怪盗猫と宝石のギフトを集めております。皆さん現在41位でございます。ちょっとね、昨日夜できなかったっていうのもあるんですけど、かなりちょっとランクが下がってしまったっていうのと、ちょっとトップ10入り目指して配信しています。よかったら皆さんぜひぜひお力お貸しください。小寺にさんモンブランありがとう。かわいい秋ギフトなのね。ありがとうございます。よかったら皆さんぜひぜひ地蔵にならずに全力応援お願いします。ありがとう。最近さ結構そうなんです、皆さんおとなしいんです。よかったらコメントもください。よいしょ。よかったらね、曲のリクエストも受け付けておりますよ。基本的にたくさん歌ってるのでね、あ、なぎさんありがとうございます。ナイス回答猫ありがとう、嬉しい。あ、ロンくんださんありがとうございます。ジージーナイスありがとう。よいしょ。月島さん風波さんもありがとう。よかったらねぜひぜひ皆さん現在ショールーム探偵団というイベント参加しております。イベント参加につきねちょっと限定のギフトがございまして、怪盗猫ちゃんと宝石ギフトの、ランクイン目指しております。よかったら応援してください。あー嬉しい、ナイス。俺はロンくんさんさんありがとうございます。ありがとう、心強いです。ありがとう、初見さんなのにありがとうございます、嬉しい。ロンくんださんは誰推しなんですか。ジ
全然ちょっと見えないや、ちっちゃくて写真。たけさんもいらっしゃい。ちびみるちゃんお疲れ。空はどこまで続くのか、水平線のその向こうは晴れてるのか、それとも土砂降りの雨か。ここにいない誰かのために今何ができるのだろう。みんなが思えたらいい。自分の幸せを少しずつ分け合えば笑顔は広がる。この想い届け Clap your hands。 風に乗って飛んで行け愛の歌。一人ぼっちじゃないんだよ。 Say hello、わけなんか聞いたって意味がない。生きるってのは複雑だし、そう簡単に分かり合えるわけないだろう。ただじっと風に吹かれて同じ空見上げるように、一緒にいてあげればいい。吹きさらしのその心、ぬくもりが欲しくなる。孤独は辛いよ。僕たちはここだ。 Stop your feet。 存在に気づくように踏み鳴らせ。仲間の声が聞こえるか。よかったら皆さんぜひ、現在イベント参加中です。ちょっと昨日夜の配信できなかったので、順位が下がってしまったんですけど、ここから上げていきたいので、よかったら応援してください。ここにいない誰かもいつか大声で歌う日が来る。知らない誰かのために、人はみんな弱いんだ。お互いに支え合って前向いて行こう。この想い届け Clap your hands。 風に乗って飛んで行け愛の歌。一人ぼっちじゃないんだよ。 Say hello、僕たちはここだ。 Clap your hands。 存在に気づくように踏み鳴らせ。仲間の声が聞こえるか。 Bring peace, bring peace, bring peace。 ララ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 ラ。 Happy, happy everybody beHappy。 ララ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 ラ。 Happy, happy if you wanna be this high。 ララ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 ラ
ん、こんばんは。ありがとう。もしよかったらね、イベント参加中です。皆さんぜひぜひ応援してください。あ、ロンくんさんありがとう。なんて呼んだらいいですか？ロンくんさんでいいですか？ロンくんでいいですか？ OK さん、ナイス。二次サポ90人目。すごいね。ありがとう。あー、ゴミゴミさん。ゴミゴミさん、ありがとう。怪盗にゃんこいただきましたよ。よかったらね、皆さん、イベント参加中につき、この怪盗にゃんこちゃんのギフト集めております。よかったら、怪盗にゃんこの応援よろしくお願いします。そして私は基本的に結構歌が好きなので歌を歌ってるので、よかったら皆さんサイリウムのギフトでね、全力応援してくれると嬉しいです。お願いします。言いつつ二次サポに OK さん、はじめましてじゃないよねロンくんで、ロンくんは誰推しなんですか？ゴミゴミさん、ファンレベ5だって、あと半分で二次サポですよ。ナイス。あなたは風のように目を閉じてはゆっくり、何を思っているだろうか、まぶたを開いてたあなたの目はビートロー、少しだけ春の匂いがした。晴れに晴れ空よ叫さて春のせい、ありがとう。よかったら皆さんもぜひぜひ全力サイリウムで応援してください。あなたは晴れ模様に目を閉じれば青色、何が悲しいのだろうか、まぶたを開いてるあなたの目にビートロー、今少し雨の匂いがした。泣きに泣け空よ泣け、泣いて雨のせい、お久しぶりです。ありがとう。よかったら皆さんぜひぜひ一緒にルーム盛り上げていってください。ありがとう。みんなおとなしいぞ。通り雨草をなびかせ、羊雲あれも春のせ、風のよう胸に春のせ、春を待つ。ロンくんありがとう。もふもふさん、晴れに晴れ空よ叫さて春のせい、
とうございます。よいしょ、まひろさんいらっしゃい。ふうはさんもパチパチありがとう。ロンくんありがとう。ナイス宝石。かわいい、キラキラしてる。盛り上がり585超えです。ありがとうございます。今日の配信ね、星の横が数字が2000盛り上がり超えを目指しております。よかったら皆さんぜひぜひお力貸してください。女神がこうね、こうやな。おねみさんありがとう。いやーってきた。ありがとう。よかったら皆さん一緒にイカでも焼けませんか。花粉症さんもありがとう。ターコイズのリン食べたような海、恋人とやってきた初めての砂浜、ちょっと冒険した、水着が恥ずかしい、どことなくぎこちない真夏の過ごし方、空の太陽がハート焦がしてる、あなたは立ち上がり海の家、お待たせロマンティックイカ焼き、なんか腹減って食べたくなった、頬に刺さってるあなたの照れ隠し、ロマンティックイカ焼き、こんなものもキラキラして見える、恋は潰せも仰向けもときめいてしまうの、誰かを好きになると改めくもだし、日常のそのすべて変わって見えてくる、かっこつけないで心丸裸、あなたの実物が惹かれてるの、冷たいサーディスティカーキコーティー、もっと
しいです。ありがとうございます。ロン君ありがとう。キラキラたくさん。そして、ありがとうございます。ゴミゴミさんもありがとう。イレザさん100回目の訪問です。ありがとうございます。ゴミゴミさんありがとう。ロン君最高ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。よかったらね、私現在イベント参加中です。現在39位なんですけど、ちょっと順位を上げていきたいなと思ってます。トップ10入りを目指しております。よかったらね、皆さんぜひぜひ応援してください。あきさんファンレベル92時サポ91人目です。ありがとうございます。で、今回イベント対象ギフトというのがありまして、怪盗猫ちゃんのギフトと、あと宝石ですね。宝石のギフトを集めております。で、怪盗猫ちゃんのギフト1個ゲットすると、宝石ギフト50個ゲットできるみたいなので、よかったら皆さんそちらも応援してください。ありがとうございます。ラミパシさんに挑めましてです。ありがとう。よかったらね、あとギフト以外でも皆さんぜひコメントも上の数字の盛り上がりに反映されていきます。よかったらぜひぜひ皆さんね、あのコメントの方もおとなしく見てるだけではなくてコメントもたくさんくれたら嬉しいです。枯れて見てる、あら、ありがとうございます。拍手とののちゃんもこんばんは、ありがとう。最近一面がさ、全然さ静かなんですよ。数が減っちゃった、みんな9月終わったら一面がさ、みんなさ、あんまりなんかおとなしいんです。悲しい。ありがとうございます。でも頑張って盛り上げてきます。今日星の横の数字2000盛り上がり声を目指しております。よかったら皆さんぜひぜひ応援してください。お、クロエさんこんばんは、お楽しくしましょう。本当だよ、 BPM さん盛り上げてください。よもよさんもいらっしゃい、ありがとう。つきさんいらっしゃい、お疲れどん、ありがとう。何にしよっかな。ゆっくりさせてもろてます。ゆっくりしてるんか、ゆっくりしてるんか。いいもんね、一人でも盛り上げてくもんね。よかったら皆さんぜひぜひ2時間のトークルーム一緒に盛り上げていってください。そして現在皆さんイベント参加中です。よかったら皆さんの応援がすごくすごく必要になってきます。皆さんぜひ全力サイリウムの応援もしてください。ゆっきーさんこんばんは、ありがとうございます。盛り上がり700超えです。目標まで残り1300。未来だけ信じてる、誰かが笑っても構わない。走ってる情熱があなたをきらめかせる。眩しすぎても見つめていたい。どっか美学感打ちてる。 I really said you are 誰にも似てない夢の背中を追いかけて追いかけてく。夜明けを呼び覚ますような燃える気持ち。後先なんて今は知らない。退屈な時間よりもドラマティック手に入れるまで Be the winner。 よしひろさんありがとう。そしてなぎさん、ゴミゴミさん、たくぞうさん、初コメナイス、リトルトゥルトゥルトゥさんナイス。山積みの問題を軽めのノリで交わしちゃう。この道は戻れない。あなたのプライドだね、トラブル続き。弱気な夜は
ぎゅっと抱いてあげるよ。 I wanna wanna be with you、oh, oh. 誰にも見えない夢の形を捕まえて捕まえてく。私はついてゆくから、熱い気持ち辻褄合わせ別にいらない。ありふれた日常よりもパラダイス目指してるしね。ビリビリワンダーナー、ゴミゴミさんありがとう。吉平さん虹サポありがとうございます。嬉しい。おじみ探偵さんナイスです。ありがとう。カイトニコちゃん、ゴミゴミさんもありがとうね。宝石よかったら皆さん身近なトークルーム盛り上げてください。誰にも似てない夢の背中を追いかけて追いかけてく。夜明けを呼び覚ますような燃える気持ち、後先なんて今は知らない。退屈な時間分よりもドラマティック手に入れるまで。ビリビリワンダーちゃんさんありがとう。そういえばあれだ、かなたさん音符、全力音符の応援してくれてました。読んでなかったかも。ありがとうございます。カズさんいらっしゃい。盛り上がり800超えです。ありがとう。ありがとうございます。よかったらね、皆さんぜひぜひ全力応援お願いします。基本的に私は毎日配信しております。もうちょっとで毎日配信1年目かな。今日で300何十日目だっけな。そうなんです、もうちょっとで1年になります。よかったら皆さんぜひぜひ応援してください。322日目ですね。ありがとう。こぐまちゃん、スイーツありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。コウモリさんもありがとう。盛り上がり905位です。ナイス。よかったらね、初見さん、二度目ましてさんも遠慮せずにコメントを、そしてぜひぜひ全力応援してください。そしてね、配信の視聴時間と、あとギフティングとコメントの数でね、レベル、ファンレベル10まで行くと、2時間のサポーターというのに、皆さん昇格されます。よかったらね、一緒に仲間を増やしていきたいので、ぜひぜひ皆さん2時間のトークルーム、2次サポになってください。ラプンツェルやってるのね。よかったら皆さん、応援してください。現在、イベント39位で、ございます。もうちょっとランキングを上げていきたいです。よかったら応援してください。10レベル目指すロン君ありがとう。頼もしい。今日もいつもと同じ朝、ほうきで掃除をした後、モップをかけて床を磨く。洗濯して仕事は終わり、お気に入りの本を読んで、部屋の壁に絵を描いたり、ギター編み物、料理をするの、変わらない毎日。夏目さん、全力音符ありがとうございます。頼もしい。ありがとう。昼間はパズルにダンスにおやつ、いたずらバレエ、そしてチェス、焼き物、それからキャンドル作り、ヨガと絵画運動、最後お気に入りの本を読んで、また絵を描く。もう飽きたわ、一人部屋で長い長い髪を溶かしながら考えてる私のこんな暮らし、いつまで続くの。明日
盛り上がり905回ありがとうございます。よかったらね、曲のリクエストも OK しております。みんなぜひぜひリクエストしてください。りょんくんナイス宝石、うん、おう、ね、初見さんも二度目もいしさんもぜひぜひ皆さんコメントくださいね。そして現在イベント参加中です。よかったら皆さん全力応援してください。今のイベントの対象ギフトが猫の怪盗猫のギフトと、あと宝石のギフトとなっております。よかったらね、この2つ今集めております。ぜひぜひこの2つでイベント、盛り上げてください。そしてね、この2つのギフトじゃなくてもね、サイリウムのギフトとか音符で盛り上げてくれたら嬉しいなって思います。校庭の端で反射してた誰かが閉め忘れた蛇口、大事なものがずっと流れ落ちてるようで風に耳を塞いでた。僕の心の片隅にも出しっぱなしの何かがあるよ。このままじゃいけないとそう気づいていたのに、見ないふりをしていたんだ。もう大な時間となんだってできる可能性、自由はそこにある。何度目の青空か数えてはいないだろう。日は沈みまた昇る当たり前の毎日、何か忘れてる。何度目冷たさに目を覚ましたよ。言葉知る水しぶき、与えられた命は手のひらに重たかった。いつかやるつもりと頭の中で思ってても、永遠は短い。何度目の青空か数えてはいないだろう。日は沈みまた昇る当たり前の毎日、何か忘れてる。何度目の青空か青春を見逃すな。夢中に生きていても時には見上げてみよう。今の自分を無駄にするな。ゆうくんさんフォローありがとうございます。
たら2時間のトークルーム応援してください。目を閉じてみれば聞こえてくるだろう、君が出しっぱなしにしてる音。僕らも空も晴れだけじゃない、この次の青空はいつなのかわからない、だから今空見上げ何かを始めるんだ、今日できることを。この次の青空は自分が溢れてても太陽はにじまないさ、君はもっと強くなれるよ。今を生きるんだ、僕は泣かされない。盛り上がり1000超え、折り返しです。目標2000まで残り1000盛り上がり。ありがとう。池様さんこんばんは。よかったらね、ぜひ皆さん2時間のトークルーム応援してください。ロックもありがとう。寄り添う二人に君がオーバーラップ、色なき風に思い馳せて、触れた手のぬくもり今もストップ、時間を止めて、そういつの日だって君の言葉忘れないの。会いたい時に会えない、会いたい時に会えない、切なくてもどかしい。月曜を導かれる日願って、川の流れに祈りを込めて、 I don't think about you, I don't think about you、 いつも心君のそば。オム監督さんいらっしゃいです。ウエッジさんありがとう。夏目さんも全力応援ありがとうございます。西への景色変わりなく、今この瞳に映し出す、彩りゆく季節越えてストック覚えていますかね、いつになったらまた巡り会えるのかな、時に会えない、この胸を焦がすの。からくれないに水くくる時、君との思いつなげて、川の流れに祈りを込めて、 I don't think about you, I don't think about you、いつも君を探して。
よかったらね、皆さん今日星の横の数字2000盛り上がり目指してます。2000盛り上がり行くまで終わりまてんをやっております。よかったらね、皆さん一緒にルーム盛り上げていってください。そして現在イベント参加中です。ちょっとね、私は諦めてないので。よかったら皆さん応援してください。さあさあさあ、ありがとうございます。おゼミさん、ありがとう。頑張れ、頑張れよ。よかったら皆さん、あのサイリウムのギフトとか音符のギフトでね、歌歌ってるので、よかったらルームを盛り上げてくれたら嬉しいです。そして現在イベント参加中につき対象ギフトっていうのがありまして、怪盗猫ちゃんと宝石のキラキラしたギフトですね。この2つを集めております。よかったらイベント、この2つのギフトの応援もよろしくお願いします。ありがとう。そうなんです、怪盗猫ちゃん1つ投げてくださると宝石ギフト3種類50個ゲットできます。よかったら50個ずつなんです、3種類。よかったらね、ぜひぜひ応援してください。よいしょ。皆さん、おとなしい？最近なんかさ、2時間のトークルームが一気におとなしくなったんですよ。悲しいんです。だから盛り上げたいので、よかったら皆さん、私一人では盛り上げられないので、よかったらお力お貸しください。切実、涙。でも負けずに盛り上げていきますよ。何にしよっかな。ヨーマイクさん、こんばんは。チルミルちゃんもありがとう。夜に浮かんでいたクラゲのような月が馳せたバス停の背を覗けば、あの夏の君が頭にいる。だけ初見さんも大歓迎ですよ。鳥が湧いた雲、夏の匂いが頬撫でる。大人になるまでほら背伸びしたままで、遊び疲れたらバス停裏で空でも見よう。時期に夏が来れてもきっときっと覚えてるから、追いつけないまま大人になって、君のポケットに夜が咲く。口に出せないなら僕は一人だ、それでいいからもう諦めてる。だけ夏日乾いた雲、ゆすら梅錆びた標識、記憶の中はいつも夏の匂いがする。写真なんて
に夏の石一つ、うつむいたまま大人になって追いつけない、ただ君に晴れ、口に出せないまま坂を登った、僕らの影に夜が咲いてく。カズンさんありがとうよ、マイクさんありがとう。口に出せなくても僕は一人だ、それでいいだろう、もう君の思い出を噛みしめてる。うらら、いらっしゃい。猫ママさんありがとう。だっけ、おいしたい。さーちゃんさんありがとう。ありがとうございます。だからね、イベント参加中です。皆さん応援してください。そして現在1100盛り上がり超えです。目標の2000盛り上がりまで残り900盛り上がりですよ。勝手な皆さん全力応援お願いします。猫マンマさんありがとう。金曜の夜めっちゃ混み電車めっちゃ混んでたの。お疲れ様でした会長さん。今日もお疲れ様です。ありがとう、回答にゃんこいただきました。会長さん、お仕事終わり疲れてんのにありがとうございます。嬉しい。猫まんまさん、宝石ギフトナイス、ありがとう。よかったらね、盛り上げてきますよ。皆さんもぜひ全力応援お願いします。じゃあちょっと目を閉じて、僕の腕に捕まっておいてよ。君の笑顔盗むやつから、君を盗むのさ。物語の名前は伏せたまま始めよう。連れ去ってと合図をくれたら、ここから君を奪って、夜空を抜けて、宝石みたいな街を飛び越えて、君が想像したことないくらい眩しい世界を見せてあげる。そのまま海を渡って、春風に乗って、虹を蹴散らして、空にばらまいて、君は今日も明日も君のままでいていいんだよ。君がいれば僕に不可能なんかない。会長さん、宝石ギフトありがとう。もう行かなきゃなんて、ガラスの靴で月にでも帰るの。君がどう否定したって素敵なままだよ。君と出会えた僕と出会えなかった先の僕を比べて、論文にしたいとこだけど、君の細胞全部の尊さはきっと伝えられやしない。君自身に君を、僕が証明するよ。これから君を奪って、夜空を抜けて、宝石みたいな街を飛び越えて、君が想像したことないくらい眩しい世界を見せてあげる。そのまま海を渡って、春風に乗って、虹を蹴散らして、空にばらまいて、君は今日も明日も君のままでいていいんだよ。君がいれば僕
司法式さん、ありがとう。よかったらね、イベント参加中です。皆さん全力応援お願いします。ちょっと口の色がなくなってきちゃった。リップ塗るね。ありがとうございます。誰だ。わ、会長さん、ナイス回答。ニコニャンコありがとう。ニコニャンありがとう。ナイス、ありがとうございます。リュウさんいらっしゃい。よかったらね、初見さんに挑めましてさんもぜひぜひ一緒にトークルーム盛り上げてくれたら嬉しいです。会長さん、お菓子ありがとう。水たまりに一粒落ちた雫で世界は波打ち歪んで見えた。大事なものすら曇り空影隠されて下を向く。いつかは積まれてしまうのにね。綺麗に花は咲いていて枯れてしまわぬようにこの歌が流れたら空が泣く。あなたが笑えるように風が歌う。あなたに聞こえる。雲は揺れ私の心のように淡く脆くそれでも強く今は歌う。ただただあなたに届くように虹がかかりそしてつながる。マーチンさんいらっしゃい。フハさんありがとう。占いさんもありがとう。よかったら皆さん一緒に盛り上げてください。よかったらサイリウムそして音符のギフトでも盛り上げてくれたら嬉しいです。さよならの前に振り返り言うのお空で幸せに暮らしますって見上げて涙を流すのはここで生きたいの。あなたとの幸せを諦めてないから。空が泣く。あなたが笑えるように風が歌う。あなたに聞こえるように雲は揺れ私の心のように儚く脆く空が泣く。あなたが笑えるように風が歌う。あなたに聞こえるように雲は揺れ私の心のように淀んだ空気も澄み切る星空に今は歌う。ただただ明日が来るようにもう一度その手を握れる日が来るまで虹がかかりそしてつながる。ありがとうございます。
クエストも受け付けてますよ。どうしようかな。ロンス君ありがとう。盛り上がれ1300超えです。目標まで残り、あ、1400OM の目標まで残り600盛り上がり。そしてランクアップです、ありがとうございます。何にしようかな。よかったらね、皆さんぜひぜひ一緒に盛り上げてください。2時間のトークルーム応援してくれると嬉しいです。 Welcome to the Starlight Parade。 星が降る眠れない夜にもう一度連れて行って、あの世界へ。現在イベント参加中です。現在37位ということでね、トップ10入り目指して頑張っていきたいです。よかったら皆さんお力お貸しください。僕らまた一人だね。僕の一つの願いは綺麗な星空にまた消えてくんだ。Welcome to the Starlight Parade。 星が降る眠れない連れて行ったあの世界を、Precept me the Starlight Parade。 星が降る眠れない夜にもう一度連れて行って、あの世界へ。あずみさん、 BPM さん、10時まで配信を目標にしてます。よかったら皆さんぜひぜひ星の横の数字2000盛り上がり目指しています。ぜひぜひ皆さん応援してください。時間が止まったようなあの夜も出た君はもうここにはいないんだね。聖なる夜にワールドレクリエムを歌うと星に願うんだ。 Welcome to the Starlight Parade。星が降る眠れない夜に僕たちを連れて行った、あの世界を。 Precept me the Starlight Parade。 星が降る眠れない夜にもう一度連れて行って、あの世界へ。渡辺さん、ありがとうございます。インスタン頑張り頑張ります、ありがとう。よかったら皆さんぜひぜひ2時間のトークルーム盛り上げていってください。そして
してイベント参加中です。皆さんぜひぜひ、今37位なんですけど、トップ10入り目指して頑張ってます。よかったら応援してください。Welcome to the Starlight Parade。 星が降る眠れない夜に僕たちを連れて行った、あの世界を僕たちは探していくんだ。夜空の星が指す方へ、もう君がいなくなった、この世界で。それはまるで僕たちの運命が奪った、夜空の光のように。頑張って盛り上げてきます。よかったらぜひぜひ皆さん2時間のトークルーム一緒に盛り上げてください。しょぼーん。しょぼーん。ロンくんありがとう。会長さんありがとうございます。にゃんこ。グレープフルーツ。会長さん、回答によくありがとうございます。ありがとうございます。よかったらね、ぜひぜひ皆さんも全力応援お願いします。会長さん、にゃんこありがとう。なんて読むんですか、フーハさん。それ天平の歌、誰の歌ですか。ちょっと聞いてみます。ミセスと井上園子さんの。了解です、聞いてみるね。ありがとうございます。よし、今日はね10時まで配信予定してます。どうしようかな、もうちょっと長くやろうかな。待ってます。ふうはさんありがとう。ちょっとメモしとこう。ありがとう。どうしよう、歌うのやめようかな。一回おしゃべりでもしようかな。長くしてほしい、頑張って起きる。でもなんかそうすると FC がさ、できなくなっちゃうんだよね。 FC 一週間曜日決めようかな。よいしょ。ありがとうございます。よかったら初見さん、2度目ましてさんもコメントください。よかったらね、ぜひぜひ。一面が静かだ、悲しい。ウエッチさん、レビ上げありがとう。ミキさんって読むのかな、インコ好きなんですか。ありがとうございます。あれ、私が
人でおしゃべりをしてたらいいのか。これはよかったらコメントください。いいかな、今回のイベント諦めようかな。次のやつでまた頑張ろうかな。ちょっとナイーブ、しょんぼり、しょんぼり時期しょんぼり時期。なんか私はショールームアワード2024で表彰されたいっていう目標があるんですけどなんかそのためにはイベントで1位になることがすごく大事なんですけど、なのでイベント1位を目指しているんですね。なのでよかったら本当に皆さんの一人一人のお力がすごく必要になってくるので、よかったら応援してくださいちょっと落ち込みだけど元気になってきます。頑張ります。まつりんさんいらっしゃい。あ、チョコパンさんもありがとう。毎日この時間に配信してますか？毎日ね、そうだね、だいたい8時とか8時半から配信して、だいたい1時間半2時間ぐらいかな。イベント参加してるときはお昼やったりね、結構いろんな時間にやるときもあります。ありがとう、チョコパンさん、ナイス回答キャット、ありがとう。モフモフさんありがとう。明日ってお昼しますか？12時が結構厳しくて、明日がもしやるなら午前中とかになってしまうかなって感じなんだけど、12時ちょっとね、私予定があってね、できるか分からなくて、でもやりたいなと思ってて、明日2回配信、昼夜。もふもふさんありがとう。ちょっとやりたいなって思ってます。時間が仕事だよね。そう、みんな平日だから、平日じゃない、土曜だから分かんないけど、ちょっとやってみようかな。健太さんもいらっしゃい、ありがとうございます。盛り上がり1600超え、ありがとう。目標まで残り約350盛り上がりです、ありがとうございます。会長さんのアイス、これ何、新しいギフトが出たのかな、ハロウィンに向けて。美味しそう、マリトッツォ、マリトッツォってパンかな。チョコパンさんもありがとう。ぜひぜひね、皆さんも全力応援してください。会長さんありがとう。待って、芋、さつまいもタルトじゃないの。ありがとう、チョコパンさんありがとうございます。さつまいもタルトじゃないの。ちょっと、そしてここのね、目がずっとおかしいんですよ。なんかちょっと治んないんだよね。ちょっと体調を崩してしまってから目がなんかおかしくなっちゃってさ、こっち腫れちゃって、ちょっとできるだけ配信行きたい。わー、ロンくんありがとう。ぜひ毎日私はここにいるので、ぜひぜひ来てください。またそして私、旧 TwitterX、 そして Instagram、 TikTok、 SNS ほぼやってます。そしてファンクラブもやってます。でもうちょっとしたら Instagram のサブスクで、私は食べることと美容が大好きなので、食と美容についてちょっと深掘りした内容をサブスクでお届けしていけたらなって思ってるので、よかったらちょっと準備でき次第またお知らせします。楽しみにしててください。会長さん、ショートケーキありがとう。ありがとうございます。ちびみるちゃんもお知らせありがとう。盛り上がり1700超えです、ナイス。アシュさんありがとうございます。嬉しい、キラキラありがとう。ずっとフォローしてました、ありがとうございます。嬉しいね。一回だけ石森二次家の方でインスタライブしたいなって思うんだけど、どうなんだろうね、みんな見てくれるのかなありがとうございます。みんなインスタとかはどういう内容を見るの多いですか？ゆみこさんいらっしゃい。私はインスタだと基本的になんかあのレシピ、
料理をするのが好きなので、本当に食べることが大好きなので、レシピとかを見たり。渡辺さんありがとう。会長さん頑張れ、頑張ります。ありがとう、頑張るよ。ランクアップナイス、ありがとう、ありがとうございます。会長さん頑張りいただきました。頑張ります。お久しぶりです。アーシュさんお久しぶりです。わい、戻ってきてくれた。そう、何を見ますか、何を検索しますか。結構私は例えばパスタ、なんだっけ、パスタソースとか、あと最近だと和食おかずみたいな感じで、基本的に今日は何のご飯作ろうかなって時とかにインスタとかで結構インスピレーションとかをいただきます。あ、この料理美味しそうだなとか、これに似たやつ作ろうかなとか、そんな感じでやっております。いろんな音がするでしょ、ありがとう。そうなんですよ、だから皆さん何を検索しますか。そもそもインスタやってる人少ないのかな。インスタリールとかでおかず手軽、あ、待って、一緒かもしんない。なんか時短メニューとかダイエットレシピとかめっちゃ検索してみます。なんかでもすごいよね、あんなにさたくさんさ載せてる人がいるってさ、すごいことだなと思って。アーシューさんありがとう。マリトッツォ、それかわいいそれそれね、結構さ便利だよね。例えばさ豚バラレシピとか、本当にあの鶏胸レシピとか検索するだけでいっぱい出てくる。最近だとハロウィンレシピとか調べるとハロウィンの料理がいっぱい出てきて、今年はパンプキンポタージュと、あとかぼちゃとかのなんかケーキみたいなの作りたいなって思ってて。笑顔もかわいい、あしゃさんありがとう盛り上がり1785へ、盛り上がり2000まで残り220になりました、ありがとう。地元の美味しいケーキ探してるんですか。あ、でも私も東京、なんだろう、東京お寿司とかなんか美味しいお店探したりしてる。今何でも出てくるよね、本当にすごく便利でいいなって思いながら。渡辺さんありがとう。モンブラン大好きです、モンブラン大好き。この間さ3800円のモンブラン売ってて、何ぐらいだよえーってなりました、もう目ん玉飛び出ました。3800円のえーみたいな。お父さんとちょっとさっさと出ようってなりましたこの空間さっさと出ようかってなりましたね。会長さんモンブランありがとう。モンブラン大好きです。冷蔵庫に冷凍ブロッコリーはブロッコリーレシピ、豆腐があれば豆腐レシピ。あ、でもわかるかもしれない、なんかさあの白菜とか野菜が余った時、一人暮らしだと結構食べるの大変なんですよ、あの大きなの買うと。だからそういう時にキャベツとか白菜とかのレシピを調べたりします。私ミルフィーユ鍋があんまり得意じゃなくて、だからそれじゃないキャベツの楽しみ方、最近だとなんかロールキャベツを作りたくて、なんかロールキャベツの美味しそうなレシピを探してて、今3つぐらい絶妙に味付けが違うんですよ、この3つのレシピが。だからどれ作ろうかなって悩んでます。ロールキャベツ大好きなの、おばあちゃんが作るロールキャベツめっちゃ好きでさ、 TikTok なんとなくザッピングしてる。あ、 TikTok はもう止まんないよね、本当に
会長さんありがとう、なんていうの、いやいやありがとう。ロールキャベツやばいよね、あのなんかホロホロしてる感じ。モンブランというかマロンクリームってなんであんなに、本当ですよね、幸せの味。ダンカップありがとう、ありがとう。ざわちゃんさんもありがとう。ロールキャベツめっちゃ美味しいよね。なんかやっぱこう寒くなってきたから、あったかいなんかこうぬくもりを感じる食べ物が食べたいなーってなってきて、最近ロールキャベツに行き着きました。これ作ろうと思って。あとブラッターチーズ、ブラッターチーズのイチジク添えみたいなやつにハマりました。イチジクが私は大好きで、イチジクが食べれる料理を作りたいと思って、美味しくね。で最近イタリアンとかでさ、ブラッターチーズにイチジク周りで囲んでバルサミコソースとカシスソースみたいなのかけて食べるんだけど、めっちゃ美味しい。イチジク美味しいですよね。今スーパー行くとさ、結構売ってて、イチジク旬なのかな。なんかおばあちゃんが作るイチジクのワイン煮がめっちゃ美味しかったんです。ザラメとワインで煮詰めるやつなんだけど、あれが美味しくてさ、食べたいな。ね、おしゃれご飯だよね。最近あとさ、青森のニンニクと生姜ご飯にかけるぶっかけ生姜ニンニクみたいなやつにハマって、白米が死ぬほど進みます。うららありがとう。おかえりなぎさん。もうイチジクのワインにも食べたい。カズさんフォローありがとうございます。なぎさん体調悪いの？大丈夫？よいしょ。すごい盛り上がり1800超えです。よかったら皆さん盛り上がり2000超えを目指しております。ヨーマイクさんありがとう。なぎさん体調崩してたんですね。チョコパンさんもありがとう。あら、今でも鼻風邪ひきやすいよね。私もちょっと乾燥してきたなって思います。セブチさんありがとう。ナイス回答キャット、ありがとう。2000いくぞー。ロンくんありがとう。セブチさんありがとうございます。嬉しい、宝石キラキラ、ありがとうね。あ、すごい、セブチさん二次サポ96人目です。職場にコロナ出たタイミングだったので焦りました。それは焦るね。なんかさ、症状が重いとか軽いじゃなくてさ、コロナですって言われたらさ、一気に具合悪くなるよねちょっとね、よかった。でも風邪で熱出たらびっくりしますよね。盛り上がり1905円ありがとう。あ、お犬様が起きてきた。私チワワ飼ってるんですよ。今寝てて起きてきた。ピノちゃんおはよう。ピノちゃんおはよう。毛づくろいしててこっち見てくれない今日はあのお母さんが実は一昨日から仕事で東京来てて、昨日やっとお母さんと合流できて、で一緒に昨日ご飯食べて、今日も一緒にランチして新幹線でバイバイってしてきたんですけど、そう今日あの私銀タラが好きなんですよ。銀タラの定食みたいなの食べに行きました。すずはっていうお魚屋さんだったかながやってる定食屋さんなんですけど、めちゃめちゃ美味しくて、今日もピノのことかな。カズさん、ピーちゃん元気ですよ。ピノちゃん、ロンくんピノ知ってる？インスタ見てよ。なぎさんありがとう。そう、ママとお魚食べてきました。銀だらそう美味しいの、最強焼き。
やばいよね。魚の中で一番好きかも。タラとかホッケとか。イズタありがとう。何これ、クッキーモンスター。クッキーモンスターじゃない。ありがとうございます。ブーブーって聞こえた？聞こえるんだね、すごいね、この距離で。そう、うちの子は結構ブーブー言います。グーグーって ブーブー言っちゃうんだよね。インスタで見たよ、ピノちゃん。ありがとう。嬉しい。ピノに伝えたくね。会長さん、ありがとうございます。サッカーボール？サッカーボールなんてギフトあるの？ありがとうございます。嬉しい。じゃあ今日10時15分まで配信しようかな。よかったら皆さん残り10分ちょっとですが、一緒にね、盛り上げてくれたら嬉しいです。もうちょっとしたら歌おうかな。サッカーボール投げてみた。ありがとうございます。サッカーボールなんてあるのね。ありがとう会長さん。ピノピーピノピー、ミミクもしてくれない。キックオフ、なんかあるかな。もっちゃんモンブラン、ありがとう。まもなく2000いきそうだ。ありがとう。今日はね、ちょっとしょんぼりしてたけど、途中ありがとうございます。でも最近ちょっと一面がさ、あんまりさ来てくれなくなっちゃってさ、寂しいけど、他の二度目ましてさんとか初見さんもロンくんみたいにコメントくれる人もいてくれるので心強いです。本当に私一人じゃね、配信って成り立てないので、みんながいてくれてなるので、ありがとう。おかゆさん、ボウリング行ったの？おかゆさん、最近全然さ、なんか、あれだよね。来てくれない。おかゆさんはもう飽きてきましたよ、絶対、ショールーム。すぐりんもね、配信やってるもんね。デコパンさん、ファイトありがとう、頑張るよ。頑張るよ。ね、口の色すぐなくなっちゃうの、多分舐めてんだよね、リップね。舐めちゃってる。今日インスタ石森二時間の方で更新しようかな。投稿、何投稿しようかな。でも自撮りしか多分ない気がする。 応援したい、ありがとう、嬉しい。ありがとう。ロンくんって、ロンくん女性ですか？舐めちゃうの分かる。リップ塗ってるの？ あ、でもあれか、男性でも塗るか、全然。一番楽しい配信は2月。やったー！もふもふさん、やったー！お、2000盛り上がりいきましたー！ありがとうございます。嬉しい。やったー、ありがとう。ヨモイクさんもありがとう。わーい、ありがとうございます。今日もね、目標の2000超え達成です。ありがとう、嬉しい。会長さん、ナイス。回答キャット、ありがとうございます。心強い、ありがとう。タッキーさん、どうもどうも。そしてそして、ロンくん、男の子だった、ロンくん。何のリップつけてんの？ユウさん、いらっしゃい。歌ってこっか、せっかくだしね。サッカーボールがさ サッカーボールめっちゃ可愛い。よいしょ。
なんかリクエストありますか？どうしようかな。タッキーさんありがとう。リップクリームならな、確かにね。タッキーさんありがとう。モンブランショートケーキ美味しいね。あ、クッキーモンスターみたいなやつ。色がつくリップ。でも確かに男性も最近血色リップ塗ってる方多い。ピノちゃん来てくれないかな。ピーちゃん廊下で寝ちゃった。歌っていこうか。ランカップありがとうです。けせらせら今日も唱える限界、ちょっとやってやろうか。愛を捨てるほど暇じゃない、いつもオーライオーライ。ここを乗り越えたら楽になるしかない。ああ。隊長さんありがとう。僕のセイラさんありがとうございます。痛み止めを飲んでも消えない胸の月々が、ささいな誰かの優しさでちょっと和らいだりするんだよな。負けるな今日も踏ん張って、固めたから手身を守って、また諦め理由探すけど、けせらせら今日も唱える限界、ちょっと妬ましさも全部吹く、この矢が抜けない、日でもオーライオーライ、食いしばってる。でもね今日はちょっとだけご褒美を分かっているけれど、私を愛するのは私だけ、生まれ変わるならまた私だね。ありがとうロック、ありがとう。ニシさんいらっしゃい。一人ぼっちだと気づいても、つながりは消えるわけじゃない。たまにかいい、たまにでいい、ちゃんと大切だと思えるから、あなたの幸せを分けてほしい。悲劇の図鑑、私ってそう仕方ないほど自分よがり。さなき愛の日々をもう願うは初めから、ベイビー大人になんかなるもんじゃないぞ、セラとセラ。ありがとう。誰のせいか出なくたって、負けない強さ持ちたい、そうさオーライオーライ、乗り切ってみせ。 Yes
ファーレ明日も続きからベイビー大人になんかなるもんじゃないけどけせらせらなるようになるのさくせらせらありがとうございます。ナギさんありがとう、ゼミさん、そしてチョコパンさん、ナイス、全力盛り上げありがとう、ありがとうございます。もーちゃんありがとう、届いてますよちゃんと。じゃあ今日の最後一曲かな。君が笑うと嬉しいからどこまでも二人歩けそうで、君が泣いたら空も泣くよ、星の隠れた空に浮かんだ青い船はゆらゆらあなたを運ぶだろう。やがて時が過ぎてく思い出の水たまり、うまく飛び越えられずに闇に散る。繰り返す白いさよなら、心小さく震え愛を忘れていたけれど、いつかまた夜を越え明日の風を待って桜の舞う季節に君と出会おう。そしたら朝が来て降り注ぐ光に青い空を捕まえたなら生きてゆこう。届かないこの思いごと落ちてゆく。いつか大人になって駅のホーム立たすんで僕を忘れた君がいる。いつか時はめぐり君と出会えたならまだ見ない空に二人色を塗ろう。明日の日は遠くて昨日は痛くてそれでも君と二人なら花は咲く。渡辺さん、チョコパンさん、おゼミさんありがとう。ありがとうございます。本当のこと言うよ、君と生きてた時の波がさらうとしても、いつかまた夜を越え明日の風を待って桜の舞う季節に君と出会おう。そしたら朝が来て降り注ぐ光に青い空を捕まえたなら生きてゆこう。ありがとう。
ん、クッキーマン、クッキーモンスター。ニコさん、こんばんは、ありがとう。夕飯作りながら食べながらの視聴、なかなか大変や、それ何刀流。ありがとうございました。ということでね、今日の配信これにて終了にしたいと思います。ロン君ありがとう。ロン君心強かったです、ありがとう。初見さんなのにいっぱい盛り上げてくれまして、ありがとうね。ということで盛り上がり2200超え、ありがとうございます。でランクアップで現在29位でございます、ありがとう。よかったらね、今日深夜のラジオ配信をやろうと思ってます、ショールームで。で歌枠でやるので、よかったらもうお風呂入ってすっぴんちゃんなので顔は出せないので、ラジオで歌だけ、寝落ち眠る前に聞きたい歌特集みたいな感じでやろうと思います。よかったら来てください、ありがとうございます。キューちゃんさんいらっしゃい。ということで今日のランキング発表させていただきます。今日の配信第1位は、SMA 会長さんです、ありがとう、ありがとうございます。会長さんナイス、ありがとう。料理作りながら食べながら頑張って応援してくれました。会長さん拍手ありがとう。そして第2位です、大ゼミ探偵さん、ありがとうございましたよ。ナイスナイスナイス盛り上げです、心強い、ありがとう。そして第3位です、チョコパンさん、ありがとうございます、ナイスナイス、チョコパンさんナイスです、ナイス全力応援でした、ありがとうございます。第4位、なぎさん、ありがとう。そして怖い来世、俺がロンくんだ、ロンくん、ナイスでした、初見さんです、ありがとうございます、嬉しい。そして6位、猫ママさん、ナイス。7位、もふもふさん、ありがとう。そして8位、ゴミゴミさんです、ありがとうございます。9位、セブチさんもナイス。そして10位、渡辺さんでした、ナイス、トップ10ありがとう、頼もしい。そして11位、イズタン、ありがとう。そして12位、ウェッチさん、ありがとうです。13位、モーちゃん。そして14位、ヨムイクさん。15位、ダッキーさんでした、ナイス。その他、フーハさん、カナタさん、ウララ、ナツメさん、ザワチュンさん、 BPM さん、しきしまさん、アッシュさん、アキさん、カツンさん、などなどなど、今日もね、たくさんの方に2時間のトークルームを訪問していただき、応援してもらいました、拍手。ということでね、よかったら今日ずっとコメントなかなかできなかったよって人もね、ぜひぜひまたコメントくれたら嬉しいなって思います。そして現在イベント参加中です、今月、参加するイベント1位を取りに行きたいなと思っております。よかったらね、ちょっと今回のイベント、まあちょっと厳しいかなっていうのもあるんですけど、今回のイベントも最後まで駆け抜けて、次参加するイベントもちょっとね、1位をまた気持ち新たにして、次参加するイベントは1位を目指していけたらなと思ってます。よかったら皆さんお力お貸しください。そしてさっきもお話しした通り、私は旧 TwitterX、 そして Instagram、 TikTok やっております。よかったらね、X と TikTok に、X と Instagram かなは、投稿とかツイートにコメントくださったらいいねでちゃんと返してます。基本的にコメントで返信と DM の返信ができないんですけど、FC のファンクラブの方の専用のインスタグラムの方では DM で返せる内容は返しています。そんな感じでやってますので、ぜひね、公式の石森にじかの方のインスタとツイッターの方はコメントね、じゃん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 くれたらいいねでちゃんと見て返してます。よかったら皆さんそちらも確認してみてください。
ということで、ありがとうございました。おやすみなさい。今日も皆さんお疲れ様です。また明日も2時間のトークルームでお会いしましょう。そして今日は深夜の寝落ちラジオライブやりたいと思います。よかったら時間またお知らせします。そしてルームをフォローしてくれたら嬉しいです。ありがとうございました。じゃあね、皆さんありがとう。